月の子ども園を運営する大型福祉会では、たくましくより人間らしい子どもを保育理念に掲げています。日々のさまざまな運動遊びやプロポジションなどの制作活動、トランコ保育や園外保育を通して子どもたちが思い切り遊びながら楽しいことも苦手なことも含めてたくさんの経験を積んでほしいと思っています。嬉しい経験をたくさん味わい、周りの大人や友達と共有して喜びを倍増させてほしいです。苦手なことに涙を流してしまっても、周りの大人や友達と支え合って立ち上がってほしいと思っています。そのためにも、まずは子どもたちが安心して自分を発揮して過ごせる環境づくりや保育者との人間関係の構築が大切だと考えております。さつきのこども園が保護者の方のお仕事を支えつつ、子どもたちの成長のために園としてどんなことができるのか常に考えていきたいと思っています。私たちの園では、日頃の保育活動と子どもたちの成長体験を充実させるために、さまざまな行事を行っています。年長が運動会で発表する個体は、年中クラスさんや年少クラスさんの憧れです。園で長年続いているだけあって、子どもたちがやる気を持って個体に取り組めるよう教え方も研究しています。発表会では秋博文化会館の大きなステージでお遊戯に参加します。たくさんのお父さんお母さんの前で少し緊張気味の子どもたちですが、それでも音に合わせて元気に踊っています。年長クラスはピアニカと劇にも挑戦します。冬には展示会も開催します。大きな画用紙に大きな絵を描く子どもたちの表情は真剣そのものです。自分の体験や感情など自分なりに表現することで充実感を味わうことを大切にしています。お子様がどのような絵を描くのか楽しみにしていてください。この他にもお祭りごっこやマラソン大会、ハロウィン、クリスマス会などたくさんの行事を行います。